ルのご利用についてご案内いたします。当ターミナルの屋上デッキでは、裸足で歩いたり手をつくと棘が刺さることがございます。怪我を防ぐため、屋上デッキでは裸足で歩いたり手をつかないようにお願いいたします。屋上は起伏があり、小さいお子様は走ると転んでしまうことがあります。怪我を防ぐため、くれぐれもお子様から目を離さないようにご注意くださいませ。また当ターミナルではテロ対策の観点からゴミ箱を撤去いたしております。ゴミは各自でお持ち帰りくださいますようご協力をお願い申し上げます。また館内で持ち主のわからない不審な荷物などを発見された場合は、お近くの係員までお知らせください。ペットをお連れのお客様にお願い申し上げます。他のお客様のご迷惑となりますので、ペットは必ずリードにつなぎ離さないようにお願いいたします。また散歩の際に発生した排泄物は各自で必ずお持ち帰りくださいますようお願いいたします。屋上をご利用のお客様にお願いいたします。屋上広場、クジラの背中の芝生は人が立ち入りできる設計となっておりません。人が立ち入りすることで土壌が崩れる恐れがございます。危険ですので、芝生内の立ち入りはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。繰り返し屋上をご利用のお客様にお願い申し上げます。屋上広場、クジラの背中の芝生は人が立ち入りできる設計となっておりません。人が立ち入りすることで土壌が崩れる恐れがございます。危険ですので、芝生内の立ち入りはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。大桟橋国際客船ターミナルは終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いいたします。